はい、じゃあそういうわけで今年もスケールモデル祭り2018お披露目放送スペシャル開始です。イエーイ。はい、なので、うん、まあやっていこうと、はい、今年も大越さんが、事前にお渡しした作品の中から、うん、5、6作品を選んでくれたってことですよね。はい、はい、選びました。選びました。選びました。大越さんでも選びました。選びました。大越さんでも選びました。よかったです本当に。うわーねえ、うんうん、そうねえ、安定の、うん、ねえ、安定の、安定の。大丈夫ですか、選べてますか、大丈夫ですか、今選んでますか、大丈夫ですか。大丈夫です、選べてます、はい、ねえ、大越さんどうでした今年の作品、とりあえずトータルで見て。そうですね、作品点数はやっぱり例年に比べてやっぱりコンパクトな感じだったんですけど、うん、そうですね、今回100いかなかったですからね。でもね、やっぱクオリティは皆さんね、上がってて、うん、で、あとね、もう制作文がね、皆さんちゃんと書いてくださってたりとか。面白いね、うん。書いてる人と書いてない人の落差がすごいからね、うちの祭りはね。ああ、うん。書いてる人は本当になんか、レポートかっていう。レポートをね、書いてくださってたりとか、ね、うん。うん。なので、なんか皆さんすごくこう、丁寧にね、作ってくださっている感じが伝わってきて。本当にみんなね、丁寧に作ってくれるんですよ。うん、写真の撮り方とかもね、やっぱ年々皆さん上手くなられていて、ね、うん、こうちゃんとその裏側とかも撮って送ってくださったりとか、なんか見たいポジションでね、写真撮ってくださってる方が多かったので、途中写真と完成写真がちゃんとね、ライティング変えたりとか、うん、完成だけ屋外撮影したりとか、そう見せ方が ね、工夫がね、すごい年々ね上手くなってるんですよ。ね、で、そう、聞きたいんですけど、うん、まあ今回ね、スケモ祭り初めて見るっていう方もいらっしゃると思うので、はい、企画の趣旨ですね、うん、どんな感じでやられてるのかをぜひ超徳さんからご説明いただいて、うん、まあタイトルがスケールモデル祭りなんで、うん、そもそもコンテストじゃないんですよ、うん、スケールモデルコンテストだったら、うん、まあ順位をつけたりとか、うん、賞を決めて発表して終わりじゃないですか、うん、はい、だとどうしても、うん、まだあんまやったことない人は、うん、どうせ出しても自分じゃ賞取れないしとかって思っちゃうと、そこで諦めちゃう方も多いと思うので、まずはそのスケールモデル、まあ、プラモデルに触れてもらって、決められた期間、まあ、エントリー期間というか、まあ、提出期間までの間で、みんなで作って、みんなで提出して、それを、まあ、今回はね、アーカイブで動画にしたりとかして、みんなで見れるようにしたりとか、その中から大越さんに選んでもらったり、自分が選んだりとかっていうので、その感想を、直接聞けたりとか、みんなで見たりっていう風にして、うん、まあ共有しようっていう、うんうんうん、なんか変に優劣つけるんじゃなくて、みんなでいろんな人の作品見て、うん、まあ、ここ頑張ったねとか、ここいいねとか、うん、なんか自分の中の刺激にするもよし、うん、で参加者の人たちも、うん、毎年なんか自分は船作る人なんだけど、うん、今年は車作ろうかなとか、テーマを持ってね、毎年チャレンジしてくれるんで、そういう感じでこう、自分の中でのきっかけにしたりとか、うんうん、いうふうにこう、ご活用いただこうっていう、どっちかというとこう、プラモデルの入り口だったりとかのきっかけ作りイベントっていう形で、始めていたんですよ、ずっと。うん、何回目 ?4? もう5回目、6回目かな、うんうんうん、一応ね、スケールモデル祭りっていう前にもちょっとやってたんで、それを入れればとかもあるんで、微妙ではあるんですけど、もう5、6回、5、6年続いてますですね、うん。あ、なるほどね。コンテストじゃなくて、まあお祭りで、ウェブの展示会、いいですね、うん。いいキーワード出ましたね。うん、うんうん。そうですね。なんかそんな感じで、なんかみんな、ね、作品見ながら、あ、この作品ここがいいねとか、うん、そうそうそう、ね、なんか素敵だねっていうのが本当にね、うん、コメントも皆さん温かいですし、うん、ね、すごいみんなでワイワイ楽しんでる感じがね。物持ってって一箇所に集まんなくても見られるというところもあるから、うんうん、まあね、地方的になんかうちの近所そういうサークルさんとかないんだよねとか、うん、ね、そういう展示会ないんだよねって人も参加できるんで、なんかそういうとこから交流したりとか、過去にもずっと一人で模型作ってたんだけど、うん、これ参加して楽しかったからコンテスト出したら賞をもらえちゃったりとか、すごい、なんかそれきっかけで近所の模型屋さんとかに作品持ってったりとかして、うん、なんか地元の展示会出るようになりましたとか、うん、結構ね皆さん
なんだろう、僕の方からこうやってねっていうわけではなく、うん、アクティブに広がっていかれる方も多いので、うん、あとはなんかねすごいいいなって思ってたのが、うん、その超徳さんがやっぱ一つ一つの作品に対してコメントを、うん、そうですね、ね、うん、あのでやっぱ作品作ったら褒められたいじゃないですか。まあ、なんか一言欲しいですよね。そう、うん、ここ頑張ったねって言ってもらえたら嬉しいし、自信にもねなるので、うん、なんかそういうねあのコミュニケーションというか温かいコメントとかもね、うん、まあ、一つの魅力だったと思うので、うん、なんか自分もね昔とかコンテスト出したりとかした時に、うん、そのまだ若い時とかだと、うん、やっぱ何も引っかかんないじゃないですか。ショーとかに。ああ、超徳さんでもそういう時代はあるあるある。そうなんだ。うん。そうで、引っかかんない。いや、うん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 、新しいジャンル挑戦しようと思ってやったりとかした時に引っかかんないと、うん、結局何ももらえないんですよ。その、ものがじゃなくてその意見が。はいはいはい、はい。だからそれが実際の展示会とかだったりとか、うんうん、その実際のコンテストだと、うんうん、なんかそういう会で交流があったりとかもあるかもしれないんですけども、うん、そう、あのね、それがね、うん、なくて、やっぱり、うん、わ、頑張って作ったけど、うん、なんか何にも、こう、帰りがないと寂しいなと思って。誰にも見てもらえてないのかなっていう不安になっちゃいますよね。うん、そうそう、だから次にも繋がんないなと思って、うん、じゃあなんかどうしたらいいかなってところからだったんで、うん。うん、作品を語り合う場って意外と少ないですもんね。うん、あ、確かにね。そうね、前回はね。そうだ、前回は、うん、前作品の動画でのご紹介はできなかったけれども。そう、あの、お披露目放送で紹介しようと思うと、うん、もう時間が圧倒的に足んなかったんで、うん、もう200作品超えだったんだね、去年が。すごい。そう。で、それを一人頭10分15分喋ると、うん、もう一月終わっちゃうんで、うんうん、なんで、うんうん、去年はメールにしたんですよ、全部。はいはいはい。そう。ね、でも全員に、ちゃんと、その作品に対して、うん。全員ちゃんと見てメール書いて。いや、もうこう、うん、それもね、やっぱすごいですよね。それもそれで死にかけちゃったんで、うん、結構大変だったんだけど。あ、でもそういうのも、あのトイラジでやることで、うん、まあ、ちょっと分担したりとかして、まあ、そうですね、できれば。いいですし。そう。何かしらそこら辺も、その、動画内での紹介ができなくても、うん、なんかね、一言でも。ね、何かね、うん、やっぱり、やれればなぁと思ってて。作品に対しては、うん、その、リアクションだったりとか、うん、感想だったりはね、あの、遅れたらいいですよね。うん、で今回はね、参加作品の全作品紹介は、うん、あの、写真データで、別にあの、スタッフさんが動画を作ってくださるんで、はい、動画でバーっと、網羅して見れますっていうのが。いいですね、うん。できますんで。すごい、すごい、うん。うん。なんでまあね、極力その初期のコンセプトは残しつつ、うん、あの、現実的に続けられる方向でやっていくっていうところをテーマに、うん、まあ、年数積み重ねて、ここまで来ておりますと。ね。うん。うん、はい。じゃあ、本日は、まだ、まあ、作品の紹介はまだされてない状態で、うん、私が、その、好きな作品を選ばせていただいて、うん、その作品についてのご紹介ということで。ですね。はい。はい。そう、今回からエントリー制じゃないんで、うん、エントリーナンバー、ナンバーみたいなのがないんですよね。あ、なるほど。発表するときは、じゃあ、なんていうの？だから、その、発表する方のお名前と、作品名を言っていただければっていう形で。はい、了解です。うん、お願いいたします。はい。じゃあもう皆さんね楽しみにしてくださってると思いますので、うんね、早速参りましょうか、はい、早速行きましょうかね、うん、はい、よいしょ。じゃあまず一作品目はこれかな。お、はい、これはお名前はゆき、さんでいいのかな、うん、はい、の、護衛艦金剛、うん、一般公開。お、はい、これね、お写真を出していただきましょう、ね、これを選ぶよね。じゃあ、ね、お写真を出したらいいです。あ、お写真はですね、うん、どれがいいかな。いや、今画面に映ってるのでいいと思います、うん、はい、多分本人見に来てると思いますよ、これ。あら、本当ですか、うん、え、ゆきさん見てくださってますね、上はマジですかって言ってる人は多分本人じゃないかな。ああ、おお
はい、こちらですね。はい。うん。いや、これはね、大越さんが選ばなくても多分ね、僕の方のお披露目でね、選んでると思います、これは。ね、誰かは選ぶなって思ってたんですけど、うん、そう。ね、なんじゃこれ、写真ですかに関しては、写真ですよね。ねうん、写真ですか。どう転んでも写真ではあるんですけども、ね、実物ですかっていう意味でね、多分ね。そうそうそう。これはね、うん。まあ、選ぶよ。ね、やっぱすごいですよね。うん、本物みたい。ね、本物撮ってきたらダメだよっていうコメントもね、ありますね。いいね。これはね、うん、もう、まあ、大越さんが感想を言う前に写真見ながら、はい、まあ、多分。ゆきさんね、今いらっしゃるでしょうから、うん、はい、いろんな人からのリアクションも見て、うん、もうご褒美タイムですよね、うん。そういうご褒美大事ですから ね、せっかく頑張って作ってくださいね。ね、流れてくるコメントで、いろんな誰かわかんない人がすげえ自分の作品についてリアクションくれるってなかなかないと思うんで。ね、はい、じゃあスタッフさんの我々ちょっとトークを進めるので、その写真を1番から順番にじゃあ適当なタイミングでこう、うん、スライドショー的な感じでゆっくりと僕らのトークのリズムに合わせて、ね、高速カチカチで、ね、高速カチカチ悪意しかないけど ね、はい、じゃあこの写真が本物のね、写真っていうか本物実写、うん、本物の船を撮っててる写真じゃなくて作品ですよっていう写真がありますので、うん、ちょっと前景の写真をねちょっと見ていただきましょうかね、うん、はい、はい、そう、はい、こちらですね、うん、これサイズ的には何センチぐらい、船自体が350分の1なんで、うん、船自体のサイズがこれぐらいあるんですよ、おお、今後だと、じゃあ60センチとか今後あるじゃないですかね、うんうん、こんぐらいこんぐらい。ぐらい、あの画面にね映ってないんです、うん、ちょっと。こういう時に限ってね、ワイプで出してくんないの、スタッフがこんぐらいの大きさっていうね。そうそうそう。ね。そう。で、やっぱ周りのね人もね、うん、すごいですよね。60×30 ね。60×30 で。あ、まあでもそんぐらいですよ。そんぐらいでしょ。著作さんのサイズと同じぐらい。著作さんのサイズと。サイズと同じぐらいですよ。ね。350なんだ。あ、じゃあ人も見ていきましょうか。人、ほら、本物みたいですよね、うん、すごい。やっぱね、ちゃんと海に持って行って、うん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 、こういう風に撮影してるっていうのももちろんなんですけども、うんうん、やっぱね、その、記号なんですよ、こういうのって。うわぁ、何人おるのかっていう。何人ぐらいいるの、数えましょうか。ね。なんかスタッフあれ買ってきてる。カチ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 、そうだから、すごいなこれ。こういう模型のジオラマのすごいところって、うん、そのイメージだと思うんですよね、印象、うん、一個一個細かいとこを見ていくと、うん、それは模型は模型なんですよ、うん、当たり前なんだけども、うん、なんだけどこうやって撮るともう記号じゃないですか、うん、なんかこういう護衛艦来てるイベントって、うん、こんな感じよねっていうイメージで人は見るんで、実際の写真が同じようなのがあったときに、うん、もっとこういうとここうだよねとか、逆にもっと人少ないよねとか、いろんなことあると思うんだけど、うん、これがね、説得力が全然違うね、こうやって記号がいっぱい入ってるから。いや、すごい。このね、写真って、うん、多分、その向こう側に海があって、うん、その海の高さっていうか、写真で撮るときにちょうど海がちゃんと入るような高さで撮ってるってことですね。うん。ですよね。だからすごいな、海が広がってる感じがすごいしますもんね。すごいな。やっぱね、写真でこういう風に撮るべき作品だと思うんですよ。うん、いい屋外撮影やっぱいいですよね。うん、しかもやっぱちゃんとね、そのゆきさん自身がこういうイベント行ったりとかして、うん、その。ツボが分かってるんで、はいはいはい、うん、こういう屋外写真撮るときも、基本的に人目線で撮るんですよ、こうやって。あー、なるほど、目線が。350分の1の人間が1分の1だったら、はいはいはい、自分がイベントで写真撮ったらこうだろうなっていう角度で撮るんで、だいたい高さが決まってるから、こう船をちょっと見上げる感じで撮ったりとか、他の人が並んでるのがこういう風に見えたりとか、これで言うとちょっとなんか高台があったとこから撮ってるみたいに見えるし、うん、へえ、すごい。ね、船停泊してるところの写真撮るんだったら、うん、やっぱこの前側に回り込んで通るような、うん、でもやっぱアングルが陸地で撮ってるから、うんうんうん、この角度だよなとか。あ
あ、最初の写真なんかも、うん、海側から撮ってる写真ですけど、海側から撮ってるやつは海面に近いところからね、意識して撮ってるはずなんですよ。一番の写真、うん、最初の一番の写真はね、ありますかね。うん、ね、どこからがリアルな海なんだろうっていうね、コメントもあるし。ね、境界がね、もう、ね、そう、色として映り込んでるから、うん、これだってもう、海から撮ってる感じでしょ、ちゃんと。あー、海側から。そうそう、はいはい、海側からボートとかで近づいていくと、こういうアングルになるんですよ。へ、確かに目線がやっぱり低いところから見上げる感じで撮ってますもんね。うん。だからまあ、こういう風に上から撮ると、まあね、それ切れ目も見えるから、うん、ああ、模型なんだってわかるんだけど、やっぱ実際撮るときのツボだよね、うん、こういう、うん。この一番の写真の、この光の波模様は、うん、これは、なんだろう、反射の光、ね。そう、テクスチャーをつけてるところに日光を反射させて、出してるんですよ。うん、いやー、本物っぽいなー、すごいなー。そうだからね、やっぱね、こう、作品の作り込みはもちろん素晴らしいんだけども、うんうん、その、見せ方だよね。演出とかね、写真の見せ方。そう、本物を実際に見に行った時に、どう写真撮れるかなっていう風にすると、うん、こうなるのよ。なるほどね。この人のね、なんか表情というか演出もすごくね、うん、あって6番7番8番ぐらいの写真をちょっとね、あ、そう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 、コスプレ混合がいるから ね、あ、本当だ、あ、すごい、そう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 、わー、いや、こういうのもすごいですね、うん、面白い、だからね、ゆきさん結構ね、他にもジオラマ作られてるんで、うん、なんだけど、こう、なんだろうね、ネタ的にね、賑、うん、やかなんだけど大変なんですよ、こういうのって。一般公開のやつとかって。やっぱ人いっぱいいるから、はいはいはい、人いっぱい作んなきゃいけないし、でもその分こうやって賑やかにできるから、普段やっぱね、軍港のジオラマ作るときって、人ほぼいないんですよ。あ、そうですよね。必要最低限の乗組員とかしかいないんで、だけど、一般公開にすることによって、地獄作業なんだけど、カラーコーンをいっぱい置いて、待機列のこの整列させるとこ作ったりとか、あと、人が海に落ちていけないから、わざわざフェンスでこの青いフェンス持ってきてて、転落防止がしてあったりとか、っていうのを一個一個この、記号として入れてるから、その一般公開日なんですよっていうのを説明しなくても勝手にわかるじゃないですか、はい、こういうとこで。そうですね。ね、もちろん、金剛自体もね、350ってこともあって、エッチングしっかり使われてますし、うん、ね、ハッチのとこ開けるところは開けたりとかして、あ、ね、ね、すごいなんか、呼吸器官出したりとかもしてるんで。うん、なんか、やっぱり人って、なんか、無意味に立ってたりとかじゃなくて、何かこう、目的を持って行動してたりとかっていうのをね、一人一人ちょっと考えながら、うん、で、あと作品としてのバランスを見ながら、こう、うん、ね、配置、そうなんですよ ね。だから、多分難しかっただろうなっていうのはね、うん、船よりも陸の方なんですよ。はあ、上から見た写真あるじゃないですか、全体を。うん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 、上から見た写真。これじゃなくて。一番かな、うん、はい、一番の。これ見ると、はい、セオリーとしてやっぱりオフセットにしてるし、で、斜め置きしてるんですよ、うん。ベースと水平にならないようにっていう風にして、船体置いて、岸壁作ってるんだけど、うん、特にね、岸壁の左手前。岸壁の左手前。写真の左側とか、港の岸壁から離れれば離れるほど、うん、なんか置きたかったりとか、どうにかしたい場所なんですよ、ここって。はあはあはあ、余白になるんで。なるほどね。うん。はいはいはい。なんで、こういう余白の処理とかは、すごい、ゆきさん苦労したんだろうなと思って、うん、これをどういう画角で切り取るかっていうので、うん、一番簡単にやろうと思うと、うん、岸壁から水平に切り取っちゃって、構図はちょっとつまんなくなるけども、うんうんうん、この余白を少なくして、最低限の構図にすることもできるんですよ。だけど多分、奥行きの海とかも、多分ね、自然光で撮ることも考えて、海広めに作ってるんですよ。つながりがあるから。で手前の岸壁もやっぱそれなりに広く取んないと途中で切り欠きするわけいかないから、うん、ここら辺多分すごい
迷われたんじゃないかなと思って。だからもう見せ方として船の上だけっていうのもありじゃないですか。うん、陸は見せずに、うん、そう、でもあえてその陸地の部分でこう演出するっていうのが、ねえ、修羅の道だったでしょうに、うんうん、ねえ。まあでもね、一般公開行くとね、うん、逆にここが作りたいんだよね。人がいっぱいなところを作りたいのよ。このバスから人がゾロゾロって、こう降りてきてたりとか、うん、っていう感じなんですかね。ねえ、見てきた場所を再現しようとしたので、構図は悩みましたとか、みゆきさんだと思いますけども。すごいなぁ。なんでね、まあ、こういうところをどう、その実物に忠実にして余白にするのか、一般公開だから、こういうところも、例えばその、なんかテントが出てて、で、店があるみたいな感じとかっていうにしてやって、そこにも人が並んでるとか、グッズ売ってるお店を入れたりとかして、なんか T シャツ売ってるとか、いっぱいこう、そこの一角物販スペースみたいにするとかっていうのとか、っていう埋め方もあるはあるんですけども、そこら辺、その足し算引き算なんで、はい、そこも足し算しちゃうと逆にうるさくなっちゃったかもしれないし、はいはいはい、うん、全部に人がわしゃっといてうるさいなってなったかもしれないし、うん、で引き算として余白にした分寂しいなってところもあったかもしれないし、うん、そこら辺は一番悩むとこだろうなと思って、ね、いやでもいい密度感ですよね、うん、あの全部に人がいるんじゃなくて、やっぱりその密集してるところと人がいないところをうまく作っていくことで、うんうん、ね、作品として成立っていうのはすごく難しいですけど、うん、でも、ね、これちゃんとされてるので、ね、すごいですよね、うん、意外とだからね、一般人のこの人の服の色とかも大変だろうなと思って、うん、ね、え、これは、うん、あの350分の1の人がいて、それを塗り分けてるんですか？そう、フィギュアをね、すごい。そうそう、だからこれもね、実際の着てる人の服の色ってどうなんだろうなと思うもんね。ねえ、うん、全部同じ組み合わせでもダメですし、そう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 、ね、かといって全部違うかっていうと似たような人もいるし、うん、ね、ここら辺もね、見せ所だなと思うんだよな。エッチングを使ってね、うん、まあ、しかもね、うん、まあ350のジオラマは大変ですからね、うん、あ、実際に一般公開に参加されて、うん、でも興奮冷めやらぬうちに早速きっと注文し制作にかかりました、うん、いやいいですね、うん、いやね、自分もあの、うん、例のプラモ作ろうの時に350でジオラマ、はい、うん、護衛艦やったんですけど、うん、楽しいのよ。あ、350の船でジオラマ作れるのね、うん、すごい楽しいんですよ。そっか、ジオラマね、うん、いいですよね。あのカラーコーンは爪楊枝の先端なんですね、うんうん、そうか、爪楊枝意外と使えるんですよ。ちょっとしたテーパーがついてるものを作るときはね、爪楊枝めちゃめちゃ使えるんですよ。自分も前にあの何ドックのジオラマ作った時に、汽車を置いたんですよ。うん、で、汽車の煙突のところの、一応テーパーかかってるこういう煙突だったんで、爪楊枝切ってたけど。なるほどね。これ、フィギュアのね、やっぱりたくさん作るって大変だったと思うんですけど。いや、でも本当ね、あの、模型って、苦労したところとか、時間かけたところって、絶対裏切らないじゃない？そう。ね、ね、人はすぐに裏切るけど、模型は裏切らないじゃない？模型は裏切らない。ね、それをほんと感じるね。何ヶ月かけてじっくりやっても人は裏切るじゃない？ね、そう。だけど模型はその時間分、ちゃんと全部返してくれるからね。そう。そうね。ね。いやそれはね、こう、でもこういうところに取りに行けるってのも羨ましいなと思う。うん、自分もなんか作ったジオラマ、ね、こういう風に撮りに行きたいもん写真。ああ、うん。でも持ってくのめんどくさいから行かないもんね、基本ね。あの、車とかないといけないですよね。いや、すげえしか言ってないのは正しいと思うよ。もう素直な感想を言い続けるしかないよ、これは。なるほど。あの、手前の赤いコーンが爪楊枝なんですね。
あ、でもなんかやっぱ雰囲気でっぽいですよね。やっぱ赤い。そう、やっぱ色が入るっていうのと、ね、そのこういう風になってるってことはこうだろうっていう風に、うん、あの勝手に思えるんで。うん、いやー、いいですね。すごいな。やっぱこういう作品と出会えるから、やっぱスケモ祭りってすごいですよね。でしょ、うんうん、すごい。欲しい。すごい。うん、いやね、ゆきさん、2ヶ月ぐらい延々とフィギュアをね、頑張って作ってくださった甲斐が、ね、あったらいいな。ね、ね、やっぱね、ジオラマ作りたくなるよね、この見るとね。うん、そう、見学してるね、うん、あの人たちのワクワク感がすごい伝わってきますもんね。素敵な作品だー。ねー、じゃあ一作目こんな感じでね。いやこれはいいですよ。さん、うん、ねえ、ありがとうございます。素晴らしい。作ってくださって素晴らしい。ね、じゃあ締めのいつものやつ。いつものやつ？そう。なんか一作品目は。あ、はいはいはい。ね、それないとほら。締めのいつものやつなんか雑炊みたいな感じで言われたから。急にうどん玉にしますか、雑炊しますか、ね、みたいな話かと思ったら。はいはい、いうわけで、大木さんが選ぶ、うん、今年の第一作品目は、はい、ゆきさんによる護衛艦の一般公開ジオラマでございました。はい。素晴らしい。素晴らしい。これ本当にね、僕も選びたかったです。ね、やっぱそうですよね。僕も選びたかったです、これは。そうですよね。さて、次の作品は、どれにしようかな。どれでしたっけ、次。それを決めるのは君じゃよ。どれがいいですか、次。一応大越さんの心の赴くままに次はこれじゃと。じゃあ 2作品目ぐらいにあれかな、やっぱどれかい、ちょっと待ってくださいね、見つからない、見つからないよ、はい、川の中も、あれれれ、どこだどこだ、これ別のフォルダに分けとけばよかったです、ね。そうだよね。なんで分けてないのかなと思ってた。それはね、うん、なんかね、どうやったらいいか分かんなかったから。あれ、どこだ、どこだ。デスクトップで右クリックして新しいフォルダを作るってやって、そこにドラッグすればよかったんだよ。うん、そっか。あ、これ2作目どうですか、はい、いいっすよ。はい。じゃあ、2作目は、新さんの一人同友者祭りです。はい、では、はい、ご覧いただきましょう。はい。じゃあ、どうしような、5枚目。5枚目。からいきましょうか。はい。ね。はい。ね。いや、ご褒美タイムで、いや、もう、素晴らしいものを作ったからこそ、ね、年末ご褒美タイム、ね。また、これからもジオラマ頑張ってください。はい。はい。というわけで、しんさんの一人同友者祭りということで、はい、こちらですと、うん、パッと見た感じ、まあ、同友者なんでしょうねっていうのはわかりますけども、一、うん、人同友者祭りってっていうところが、皆さん少し引っかかるところがあるのではないでしょうかと。ねはい、じゃあ、4枚目の写真を見せていただこうかな。はい、4枚目の写真がこちらになりますよと。うんいや、ほんとね、みんなね、写真がうまい。そう、このね、180人のドイツヘイトっていう。ね、これ。何が同友者祭りかというとね、はい。ドイツ兵が180人っていうことで、うん、トイラジでね、はい。同友者さんから、プレゼントとして、うん、はい。まさかのワンカートン。そう。ね、まさかのドイツ兵ワンカートン180体っていう、うん、プレゼントがあったのが、何を隠そうこのシンさんでして。はい。はい。で、そのカートンで当たった人が、うん、それを全部開封した上で、うん、作品を作り、はい、提出してくれたと。そう。うん。もうね、当選してくださった方の鏡のような、ね。すごいね。素晴らしいですね。なんかわかんないけど、なんか全部お墓に入れたいよね、もうね。え？お墓に入れたい。全部お墓にドイツ兵を入れて、うん、お墓に入ったら、うん、こう、後世で掘り起こされたら、すげえ有力者だったんだろうなって誤解されそうだよね。うん、その、
なんか、こう、埋葬するときに、いろんな宝物とか、そういうなんか意味があるのかな。もうそれだけの兵士を抱えていたような人だって思われるんじゃないかっていうぐらいの量だよね、もうね。武将みたいな感じね。あ、これは兵馬俑だ。そう、兵馬俑。中国のね。正解。正解。そうそうそう、正解。ね。あ、サイン付きの段ボールどうなりましたっていう。あ、ね、どうなったんだろうね。どうなったんだろう。どうにも捨てられないでおなじみの段ボール。ね。かさばるぞ、あれ。なんでしたっけ、コンバットフィギュアのコンぐらいの文字のところだけ塗りつぶしてあるっていう。コンぐらい塗ったりとか、コンバぐらい塗ったりとかしてね。ね。うん、そう。ね、また、ね、この撮影がね、やっぱりすごい、いいですよね。ね、なんで模型作る人ってさ、インドアだったんじゃないの、ねな、アウトドアだよね、みんなね。ねえ。いや、でも自然光の中でやっぱ車の写真撮って。うん、いや、ね、なんだろうね、こう、後ろに風景が映ってて、うん、自然光のだけで、うん、こんなにもいいんだね。ねえ。いや、富士山って。うん、富士山も映ってる。いい風景、いい景色ですね。うん、何地上33メートル展望台、強風の中で。やばいやばい、作品飛んでちゃう。作品風に煽られてる。ね。あ、段ボールどうなりましたっていうのが、すいません、まだ額装してませんって。額装するつもり、あの、額結構高いですよ。買おうと思ったあの段ボールの額。世の中で額装された段ボールって何個ぐらいあるんだろうね。ねえ。すげえなー、うん、ぜひ、僕らのところはいいんで、ムネさんのところだけでね。ムネさんのところだけでもカットして学徒していただけると。うんね、そう。ね。すごい。学の値段結構。すごいよね。ねあの段ボールが入る学装はなかなかだと思うよ。表と裏を入れるから、うん。分けて2個でかいやつでしょ、ね、ちょっとした玄関の壁ぐらいいっぱいの学に。ある。ね風の強い日に飛行機プランを撮影するとマジで飛ぶから気をつけてください。飛ぶ、煽られて、煽られてバラバラってなる。そうなの。うん、へー。またこのね、写真に文字を入れてくる感じがね、うん、なんか一人で本を作ってるのかいってぐらいね、すごい。プレゼン方法がやっぱりね、うん、素晴らしいですよね。そう、うん、なんかね、いつの頃からかね、うん、皆さんこういうところに非常に凝るようになってきて、写真提出枚数が最高10枚っていう話じゃないですか。うん、その10枚の中に、うまいこと入れ込んでいって、うん、ちゃんと説明するっていうのとか、うん、すごいね、うまいなって。いやー、素晴らしいですね。すごいよね、だから。うん、ああ、ね、いいですね、すごい。もう、なんだろうね。ちょっとしたハウトゥー本作ってるみたいな感じのさ、もう。ねえ。うん。いやもうハウトゥー本作れますよ、もう。これだけしっかり写真も、ね、途中写真もきっちり撮影されて ね。この、キャプションもちゃんと。ここも ね、今回面白いなと思ったところで。すごい、こういうね、なんか見る人に優しいというか、うん、ちゃんとこう伝わる、ね、プレゼン方法を ね、やってくださってるっていうのがね。このままプリントして、なんかちっちゃい本が作れるもんね、もうね。ね、すごい。小冊子が作れますよ、これ。すごいなぁ。ねえ、だからここまで丁寧にその作る過程を見せながら、しっかりキット完成して、で完成したのを外に持って行って、一番かっこよく見えるように撮影するって、ここまで一括りで全部やられてるので、すごいと思う、これ。すごい。ソーラーパネル。そう、この映り込むところで撮ってね、うん、下からの映り込みみたいなやつとかもかっこいいし。うん。かっこいい。あ、噴水が映るとかっていうのもいいですね。うん、やっぱね、こういう写真撮るときの角度とかもいいもんな。あ、いいですね、すごい。うんああ、いい写真ですね。ね。そうか、車とかだと、やっぱり日常の中にあるものだから、やっぱ公園とか、そういう風景とか。ちょっとしたところに置いて、ねうん、なんだけど、やっぱ通る角度もやっぱなってみたいに、うん、ちょっと気使ってますよね。ね。いやね、隣のシルビアの、緑のカラーリングもね、うん、ねもすごくいい色ですね。あと背景のチョイスがいいよね。ねすごい綺麗。うんいやー素晴らしいね。うん、
いや、もうね、当選ね、してくださって、なんかもうご迷惑かなっていうのがね、うん、やっぱりすごい我々心配だったじゃないですか。そのね、うん、あのワンカートンすごいことですけど、でもやっぱワンカートンなんですよ。ドイツ兵180体はね、うんうん、そうなのでね、なんかやっぱりね、置くとこあるのかなとか、うん、ね、喜んでもらえたらいいなみたいなね、ね、そういうのがあったんで、こうね、こんな風に作品にも反映していただいてね、うん、開封の放送とかもやってくださってね、ね、やっていただいてね、ありがたかったですよ、本当に。あの時我々どこいたんでしたっけ？なんか地方いませんでしたっけ？あの時カタフェスかなんかあったんですよね、ちょうど。ね、多分。なんかでしたよね、うん、イベント関係でね。そうそうそう。ね、うん、そう、開封放送、ね。いや、でもこんなにワンカートンを、その骨の髄まで楽しんでもらえるっていうことが前例として出来上がったってことは、うん、今後トイラジでドイツさんからワンカートンの兵隊さんをもらった時に、うん、自信を持って皆さんにお届けできるってことになったってことだよね。そうですね。ね、今後は何の不安もなく、うん、みんな喜んでもらえるっていう気持ちで送れるってことだね。うん、はい、うん。そう思います。ね、うん、そう。開封放送、まさかの1個目がレアだったんですよね。そう。そう。うん、いや、持ってらっしゃるわーと思って。だから今度はさ、もう、段、うん、ボール今回書いたじゃないですか。はい、で、段ボールの中にカートン入るじゃないですか。はいはい、で、中になんか空気のさ、うん、あの、干渉剤みたいなやつ入るじゃないですか。はいはい、あれにもサインしようぜ、今度。ああ、なるほどね。あの、ふわっとしたやつが捨てられるのすごいかさばるから。発想がすごいことになる。ね。うん、分散しようとはならないのか、そうなんですよ。一人にワンカートンが。なんだ、なんだ、やっぱね、悪い言い方すると、うん、バカみたいなのが面白いじゃない？そう、そうね。ドイツ兵が180体家に押し寄せてくることなんてないじゃない？うん、そうですね。まあ、ないですよね。180人に1個だったら、うん、あるじゃん、そういうのは。うん、あり得るじゃん。あります、あります。だけど、180体のドイツ兵が来ることないから、うん、その驚きをお見舞いしたいじゃない？お見舞いしたい。お見舞いしたい。お見舞いしてやるぜ、っていう ね、うん。そう。ただ、一生忘れないでいてくれるだろうなと思って。うん。うん、ところ、あの、同友社のね、うん、内田社長が、うん、その、ワンカートンって言った瞬間、我々もちょっとガチでびっくりしましたもんね。ね、だって、ムネさんだから、なんかちょっと、無茶なこと言っちゃっていいかなと思って、うん、ワンカートンどうすかって言ったら、いいねって、やりましょうって言われて。面白いってなって。面白い、やりましょうって言われて。うん、そう。ね、そう、だから今後もね、うん、そういう意味でのサプライズも込めてね、という味やってくぜっていうね、うん、ところをお見せしたいと。はい。うん、ね、素晴らしい作品を、作品ですね、ありがとうございます、ね、はい、次は何がいっぱいいったら面白いのかな、ね、リズマさんのところに。そういう基準か、ね、なんだろう、プラモザル3000体とかかな。3000体なるほどね。でもあれか、イノシシ年になるからあれか、ウリボー3000体とかのか、面白いのか ね、 ね、家にウリボーが暴れ込んでくるっていう、すごいよ、もののけ姫声だよ。ね、すごい、3000体のウリボーが、なんだろう、すごいな、押し寄せてくるのがすごいな。3000体のウリボーがバルクで押し寄せてくるっていう。さて、次に選んだやつ。あ、ね、そう、トイラジのね、LINE にね、共有してたやつをね、今ね、どれにしようかなと思って。あ、なるほど、なるほど。よし、じゃあこれにしよう。あ、どれにする、はい、というか、はい、あれだよ、なんか大きさの方からもう総括的なのはないか。総括的なやつ、うん、そうね、やっぱりトイラジ見てくださって、うん、ね、当たったフィギュアでこんなね、お祭りを開催してくださって、うん、ね、来年はあれかな、180体のドイツ兵を使った第二次世界大戦のジオラマとかを作ってきてくれるのかな、うん、より壮大なやつで、ね、畳1畳分ぐらいになっちゃうやつ、うん、ね、なんか多分180体だから、もう本当に、ね、畳1畳ぐらいあった方がいいよね。あった方がいいと思うんですよね、うん、みっしりになったら本当にみっしりになっちゃうからね、うんうん、いや、だから見せ方もすごくね、うん、いや、なんかね、うん、こんなに見せ方うまいんだから、ね、ジオラマ作って、うん、いろんな角度からとかもかっこよく写真撮られるでしょうし、うんうん、そうですね、ね、ドイツ兵はもちろんのこと、うん、やっぱね、この車の作品としての単体がすごい完成度高くて、うん、まあ、あれだね、これからのこうトレンドとしては、うん、写真撮っての見せ方まで含めて、プロデュースっていうのがやっぱ主流になってくるのかね、目標っていうのはね。そうですね。スケモ祭りの、その、まあ、うん、ね、選ばれやすいというか、あとは、なんか、我々に選ばれるっていうよりは、やっぱ皆さんのコメントで、うん、わぁ、すごいって、ね、いっぱいご褒美タイムでね、うん、いろんなコメントをいただける
っていうのはやっぱ写真がね、うん、そう、そこでしっかり見せられると、うん、これはやっぱ選ばずにはいられないでしょっていうところに来るもんね、物、うん、がね、はい、うん、こんな感じですかね。いはい。じゃあ、2作目。はい。大石さんの選ぶ第2作品目は、はい、新さんによります、一人同友者祭りでした。はい。おめでとうございます。ね、180人の同一兵と共に、ね、良い年を迎えてください。はい、ありがとうございます。ね。ねはい、そんだけ護衛がついてれば、無事に年越せるはずですからね。ね、よかった、よかった。はい。じゃあ、次は、これでどうでしょうか。見えない。でしょうね。でしょうね。あ、いいですね。大越さんの、もう、お気の向くままに。はい。これは、イリア・クリアキンさんの、フォルクスワーゲンタイプ2デリバリー版1967。うん、言えたね。はい。言えないと思ってたよ。写真はやっぱりこの正面がちょっと7番ですかね。出すな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 。いいですね。出すな。そう出すな。あ、ありがとうございました。あ、Cさん見てくださってた。ありがとうございます。ね。はい。はい。続いてがこちらになります。うんね、この作品もね、すごいおしゃれで素敵ですよね。これ何が一番おしゃれって、左下に自分のネームのこの模様が入っているのが超かっこいいと思って。あ、おしゃれ。そう。すごい、なんか、シャレオツだなと思った、うんね、これ。ちょっと素敵。素敵。いや、あとは9番の写真とかもね。うん、これ、うん、いや、これ大越さんが選んでなかったら僕選んでました。ああ、やっぱでも、目引きますよね。その、カラーリングもすごくね、うん鮮やかで綺麗ですしね。それもあるし、うん、この構図の切り取り方よ。うん、そう、そうなんですよ。あのベースを四角じゃなくできる人、うん、ちょっとこう変則にしたりとかできる人っていうのは、うん、なんだろうね。ねいやー素敵だな、うん、これね色が鮮やかなんだけど、いい部分的にはしっかり廃れた感じだし。うん、そう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 、ね、あのしっかりウェザリングがねされていて。うん可愛いだけじゃなくて、そのね、実物っぽさというか本物な質感がね、うん、ちゃんと盛り込まれてるのもすごいいいですよね。ね、うん、いや、いいコントロールしてるなと思うわ、うん、この色味でやられちゃうね、まず。ね、すごい、うん。ちょっとぐるっと見たいので、スタッフさん6、7、8、9、10とぐるっと、ぐるっと、ぐるっと見たいですね。うんバンパーとか、うん、その、廃れた感じの淡い色も使ってるんで、うん、その、適度にやれた感じは出てるんだけど、そう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 この赤とね、黄色のね、うん、使い方、うん、もうだって単調にならないように色何色かこう、うまいこと重ねてるでしょ、こういうところに。ですね。なんかね、このふわっとした感じ。うんまあ、ちょっとその、くすんだ感じの色味とか、黄色とか赤ってすごく難しい色じゃないですか。うん、その汚くなっちゃうじゃないですか。汚くなっちゃうね。すぐ汚くなってしまうので、うん、なんかちゃんと鮮やかさは残しつつも、その汚れてるっていう情報量を足していって、そうそうそううん、でも単色だとやっぱり面白くないと思うので、いろいろ考えられて、ね。そう。普通ね、うん、こういう風に廃れようとすると、黄色ももっと白くしちゃったりとか、そうそうそう赤ももっとピンク側に振って、ピンク白に振っていった枠するっていうのは、一番簡単にこう、体色表現する方法だと思うんですけど、この、サイド残しいのっていうところの残し加減ね。ねこれ多分パッキパキに綺麗に作った上からウェザリングしてると、まだ違和感っていうか、それぞれ喧嘩しちゃうんだろうなってところもあるんだけど、そう。あ、ホイールカバーの銀もすごいよ。あ、確かに。ねギラッギラでね。ギラギラですね。その対比がまたすごくいいですよね。ね、うん、メリハリの付け方もね、非常にうまくて、うん。清潔感のある汚れ。あ、そうですね。うん、なんだろうね。どこに飾ってもおしゃれだろうなって思う、うん、こういうの。お部屋に飾ると、なんかこういうレトロな車とかに、うんうんなんかこう、造形が深いんだなっていう、かっこいいお部屋になると思う。そう。なんか、趣味を楽しむ、かっこいい大人の。ねえ、なんか、うん、ねえ、遊べる大人な感じがするじゃない、ね、なんか余裕が、仕事もちゃんとね、ねうん、バリバリやって、この趣味も楽しんでみたいな。そうそう。こういう俺、いいなと思ったものを部屋に飾るんだぜ、みたいな感じもあるしさ。ね
いや、素敵。本当にだからね、うん、無駄がない。構図に。なんか、こういうね、車の情景作りたい時って、うん、ベースをやっぱり広めに取りがちじゃないですか。でも、ちょっとコンパクトというか、うん、車のサイズと、まあ、一回りぐらいっていう、うん、この潔さもすごくいいなと思って。ギリだもんね、もう。うん。そう。ね、綺麗な汚し、そうですね。なんか。いや、すごいなと思うわ。うん、この、余分なものを一切なくして、うん、ここまで見応えがあるっていうのは、すごいよね、うん。そうですね。汚れって理由があって汚れたりとか、ね、絶対だから。原因があるものだから、すごい観察力ですよね。うんうん、なんか地面にもう一二手間なんかアクセサリー置いたりとか、うん、なんかもっと書き込んだりとか、うん、なんかしたいなって思っちゃうじゃない、ついつい。で、そういうのいろいろ入れるためにベース広くして、うん、ああ、そう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 。なんかちょっとした小物置きたいとかさ、なんかあるじゃないですか、こういうのって、うん。こういうレトロな車の横にはなんかレトロなガソリンスタンドを置きたいとかさ。なんか地面から出てる、道路から出てる、なんかちょっと、うん、地面から出てる。水道管じゃなくて、なんでしたっけ、消火管みたいな。あ、あの、こう、こういうやつでしょ、そう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 。よく車がぶつかってビショーってなっちゃうでしょ、なるやつ、なるやつとか置きたいですもんね。そうそうそう、ちょっとおしゃれなやつ。あの、ね、レトロなその時代をひょ、うん、なんか象徴するアクセサリーを、詰め込みたいって思っちゃうし、はい、そう、ちょっと欲張っちゃうけど、うん、それがね、ないというか。ない。うん。すごいと思う、ね、これは。そうですね。世の中こんなにできる人っていうのは、まだまだいるんだねっていう、ね。消火栓ですな。消火栓。消火栓、そうそうそう、消火栓、消火栓。地面から出てる水のやつ。水のやつ。よくみんな伝わった ね。台北は地面から出てるよね。うん。いきなり、ね、いきなり空中から出てるやつって言われたらすげえびっくりするけど。うんうんうん、あ、なんか今制作分に、うん、今回はマット仕上げにウェザリングという AFV 模型の、方法でカーモデルを制作することにしました、うん、完成のイメージとしては整備されず酷使されている商用車ということで、うん、あ、コカ・コーラのね、ロゴを車体に貼るとこまでを思いつきました、うん、もう、あ、これはデカール、コカ・コーラのデカールなんですね。うんうん、西海岸で使われている風のコーラの配送車にしました。あ、だからもう、場所？使われてる場所も、なんかもう、ね、具体的にイメージされてるんですね。うん、だからその、うん、やっぱ廃れると、艶から落ちるじゃないですか、うん、車とか。だからそういうところもね、艶消し使ってっていうところもすごいいいし。うんうん、だからまあ、汚し慣れてる感はあるよね、作品にね。すごいなぁ。なんか、あ、そう、綺麗ってコメントいただいてたホイールキャップ、うん、メッキ部分はホイールキャップ以外は漂白剤でメッキを剥がして、うん、接着後再度銀塗装して。ホイールキャップはメッキのまんま使ってるよってことね。ね、キラキラって。うん、ではそこもさ、ね、残して違和感にならないのがすごいのよ。うん、ね、普通残すとそこだけ軽く見えたりとかして、うん、ああメッキだねって思われちゃうところなんだけども、うん、その他がしっかりできてるからもうここはちょっとギラッとしたホイールキャップつけてるよっていうアクセサリーというかポイントになるじゃない、うん、なんか同じ銀でも質感がちょっと違ったりとかっていうのね、うん、情報量、そうだからそこのやっぱ取捨選択もうまいんだろうなっていうのは、うん、いやすごい、うん、あとはそのウェザリングのツールとして、うん、そのまあ、AFV の手法で汚されてるって書かれてましたけど、うんうん、その場所によっては、茶系のリアルタッチマーカーで、うんうんうん、サビ表現のチッピングを行いましたということで、なんかその、ね、意外にペン、マーカーとか、うん、そういうそのお手軽なツールもね、活用されてるのが、だからいい色出てるんでね、リアルタッチマーカーとかも、うん、ね、いや、リアルタッチマーカーめっちゃ便利ですよ ね、うん、私もよく使いますね、うん、使います、使います。これはどちらのキットなのでしょうか。これは長谷川さんの、
はい、24分の1、フォルクスワーゲンタイプ2、デリバリー版1967、うん。タイトルとも同じ感じですかね。うん。うん、で、あとはフィギュアかな、うん、まあ、ニオンのフィギュア、はい。マスターボックス24分の1、ね、ドライバーフィギュアとか、はい、あとは、まあ、デカールね。うん。トラッカーシリーズ、トラックドライバー、うん、スタン・トンプソン。トンプソン。名前トンプソンさん、トンプソンさん。トンプソンさん。なんだ、トンプソンさんですって、うん、ね、急にご紹介いただいた、ね、うん、トンプソンさんです。あ、そう、フィギュアもね、やっぱ車の方に目がいっちゃいますけど、ね、フィギュアもね、きっちり塗装されててね、うん、だから人が一人立ってるだけで、ね、やっぱ車両の大きさも実物感が出るっていうのもね、うん、すごい、ね、そうそう、なんか急にそのね、人間に使われている車、うん、私なんか多分パッと見た感じより人がちゃんとこう立ってることによって意外とちっちゃい車なんだなとか大きさがわかるじゃない、うん、リアル感の、ね、すごい大事だよね。いや、素晴らしいのね。うん、いや、これもいいと思うよ、そりゃ、うん、そりゃいいよ、ね。あ、昨年のスケモ祭りでは、エントリーはしたものの、時間切れで作品提出が叶いませんでした、うんうん。今年は作品提出までたどり着けたので、非常に満足です。いい機会を与えていただきありがとうございましたっていうコメントがね。こうやってね、ちゃんとリベンジしに来てくれたりとかするからありがたいよね。ねえ。あ、なんか、ね、今年、ね、リベンジできて、間に合ってね、うん、その素敵な作品。作っていただいて本当良かった。本当ちょっと今年うまく人集められなさそうだなとかいうので、なんか縮小傾向になるなら一回休むかなとかしなくてよかったなと思うね、こういう時ね。ああね、うん、続けて、ね、形はどうあれ続けていくっていうのの大事さはやっぱ感じますよね。やっぱりね、私も常々実感するんですけど、うん、続けることって一番大変なんですよ。一番大事なことで一番大変で、そう。始めることって意外にこう勢いでね、最初の 2,3、うん、回は勢いでいけるんだけど、うん、続けていくためにいろんなこと変えていったりとか、うん、よりなんかルーチンでちゃんとできるようにするって意外と大変じゃないですか、うんうん、そこら辺がね、まあ諦めなくてよかったなと思いましたよ。いや、諦めないで、うん、何急になんか諦めないで、急にお姉みたいな感じに。いや、何よりね、今年やっぱ参加してくださってる皆さんが、本当にね、うん、すごいいい機会でしたって言ってくださるのがね。そうやってね、来ていただけたからこそ、やれるわけですから。いや、うん。僕がいくらね、やるぞって言っても一人も来なかったらね、もうね、何もなんないわけだから。そうなんですよ。やっぱり皆さんあってのね、ね、本当本当。企画だったりとかもするのでね、うん、まあこういうね、素晴らしい作品拝見できると、ね、ありがたい。ありがたい。はい。ということで、作品三つ目。三つ目は？三つ目は？ちょっと待ってね。はい。はい。はい。どうぞ。あ？なにちょっと長いタイトルだから、なにそのちょっと。いや、言い慣れてるから最後も綺麗に締められるかなと思って。あ、はい。じゃあ、私が選ばせていただいた作品、三、うん、作品目は、はい、イリア・クリアキンさんの、はい、フォルクスワーゲンタイプ2デリバリー版1967でした。素晴らしい。ありがとうございます。